福井神社とか見上がってるよくね。ここは神社、福井神社があるだけでしょうね。あとは何もないんでしょう。上がっていけないやろね。あの奥からね、今日上がる予定だったんやけど、閉まってましたよ、ね。掃除する人も大変やね。ね、お兄さん掃除一緒にやってたけど、はい、これ見やがったね。ここでしゃがらへんねんな。ここ社立ってるよね。はい、社立ってます。はい、これね、はい、初めて見ましたね、こんなね、社にね、扉がついてますね。なかなか見まへんで、ね、いろんな神社もあったけどね。いや、天井やな。これ上上がっていけないですね。どこ行くとこだったかね。今日はね、なんかお祭りやからね、赤みたいに、ほらほら、こっちだ、こっちだ、入れましょうか、こっちが。よいしょ。なかなか見晴らしもいいらしいんだけどね。よいしょ。おお、ここね。よし、上にね、葉っぱがものすごく落ちてますわ。この入り口にありますね。あの入り口ないやつだけね、あそこにね、コップウォークなんかあってね、そこちょっと行ってみましょうか。はい、あんのけどね、ちょっと行けなかったけどね、お参り禁止になってましたからね。盆のあの暑い時、少数型のね、全然あと歩いてないわ。これ、人一人とおらん。あ、お客さん、お手洗いはね、もう一応クローズだよ、そこ。大変なことですね、こりゃ。全然やね、そんな人もない。ねえ、反対側、車も来てる。急ごう。反対側ちょっと歩いてみようか。一緒やわ。誰もいないわ。誰もいませんわ。これ、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 こんなの。はい。そこは寿司屋さん。
開いてるの、開いてるな。節屋さん開いてるけどね。いやいや、店内見れるんやけど全然人が入ってません。お客さん、まあ時間も時間やるけど、そやけど人が入ってない。ほら、全くっていうほどね、ゴーストタウンみたいになってるわ。長いこと止まってますね、駅に。あれもバックこっち来るんじゃないやろね。で、2両編成しちゃうやろね、 JR さん。祭りやってるんやけど、本来だともっと多いんだろうけどね、ガラガラでございましたね。人おりませんでしたね。今日は祭りやってたんだけどね、大宮神社ガラガラでございました。